GKN エアロスペースは航空機、誘導ミサイル及びロケットエンジンを開発、製造する企業である。イギリスのエンジニアリング大手 GKN グループに属する。かつてはボルボエアロとしてボルボグループの一部門であったが2012年に GKN に買収された。1930年にスウェーデンの航空局向けに航空機用エンジンを製造するため、 ノーハブの子会社としてノーハブフリューグモートルファブリーケルがトロルヘッダンで創業された。1937年、同社はソブの傘下に移ってスベェンスカフリューグモートルとなった。1941年にボルボがほとんどの株式を保有したことで同年にボルボフリューグモートルへと社名を変更した。1990年代にはスウェーデン語では伝わりにくいとして、 ボルボエアロに社名を変更。2012年に A エンジニアリング大手 GKN によって買収され、同社の子会社となった。後に社名が変更され、現社名の GKN エアロスペースとなっている。ありがとうございます。